ロベルト・ヒルバートは、西ドイツ・ホルヒハイム出身の元サッカー選手。元ドイツ代表である。現役時代のポジションは DF。1990年に、SPVG ・ g アーン・ホルヒハイムの下部組織に入団し、その後二度にわたって1、FC ・ニュルンベルクに在籍した。2002年、4部の1、SC ・フォイクトに移籍し、中心選手として活躍した。2003年に、 レギオナルリーガに昇格し、そこで彼は26試合に出場して10得点した。2004年以前に所属していた SPVGG グロイターフィルトに呼び戻され、ツバイテリーガでプレーした。2005から06シーズン、彼は34試合に出場して3得点した。2006年夏、VFB シュトゥットガルトに移籍した。移籍初年度からポジションをつかみ、 クラブの15シーズンぶりのリーグ優勝に貢献した。主に右サイドミッドフィールダーとして出場するが、しばしば右サイドバックを務める。マリオ・ゴメスの欠場時には、より攻撃的なポジションでプレーしたこともあり、2006から07シーズンは、チーム3位の7得点を決めた。2010年夏、トルコスユペルリグのベシクタシュ JK へ移籍した。2013年7月、 バイエル・レバー・クーゼンに移籍し、3年ぶりに、ブンデスリーガに復帰した。2017年、SPVGG グロイター・フィルトに復帰した。2019年1月6日、現役引退を発表した。U-21 ドイツ代表としては12試合に、出場して3得点を決めている。2007年3月28日、親善試合のデンマーク代表戦で、 ドイツ代表デビューした、レバークーゼン、元ドイツ代表 DF の獲得を発表ゴール2013年7月12日。ありがとうございます。